日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも毛内域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦戦装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦阿武隈型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の DE コールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属する阿武隈型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、
戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された。姿護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦隊となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦隊全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦隊艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク、41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽障海ヘリ外機器搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、
無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海具を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成海溝ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な省人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月16日、日本政府はかねてより表明していた防衛費の増額とその使途となる防衛装備品の具体的な調達数等を、国家安全保障戦略国家防衛戦略防衛力整備計画の3つの文書で表明することとなったよ。すでに大枠の内容としてはこれまでも漏れ聞こえてきていたものが大半であり、そこまで目新しいものではないというのが大方の見方ではあったな。でも個別に見れば若干の相違点が感じられる部分も存在するよね。さて今回は防衛力整備計画で示された海上自衛隊の所要装備の体制について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回特に着目してみたいのは、四方を広い領海で囲まれた日本の防衛を支える海上自衛隊についてであり、その主力の艦艇については従来の計画を継続しながら微調整が行われているように見受けるためだよ。まず今回の前の最後の防衛計画の対抗となった同2019年度分の内容では、海上自衛隊の主要装備は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機という体制を目指す方向であることが定められていたんだ。これが今回の防衛力整備計画においては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機170機とされており、イージスシステム搭載艦2隻分が増加、作戦用航空機20機が減少しているぜ。作戦用航空機に関しては新型機のここの機体の能力の向上で数量自体の減少をカバーする方針だと思われるが、イージスシステム搭載艦については追加の種別の艦艇であり、大きな変更点と呼べるものだろうな。このイージスシステム搭載艦は、地上配備型のミサイル防衛システムの要と位置づけられていたイージスアショアの導入中止を受けて、その代替策として急遽建造することが決められた特殊な艦艇なんだ。
イージス・アショアはもともと秋田県と山口県の2カ所に配備することで、日本列島全体をカバーするミサイル防衛システムとして期待されていたものだったけど、発射した後のブースターの落下地点の制御が困難なことが発覚したよ。狭い日本の国土においてはこのブースターの落下地点の安全性の担保が困難なことは致命的となり、一時は制御するソフトウェアやその開発によって回避する方法が施行されたものの、コスト的時間的に厳しいとの結論が出されたね。そのため、このイージス・アショア導入用にすでに契約を行っていた SPY-7 レーダー2機や、発射装置をそのまま転用して艦艇に搭載しようというのがイージスシステム搭載艦であり、いわば苦肉の策で登場したものなんだ。このイージスシステム搭載艦、2022年夏場にはどうせ建造するのであればミサイル防衛用の兵装に止まらず、反撃能力の付与も同時に行うのはどうかと、兵装を強化した超大型艦となる構想も報道を賑わせたね。しかしその取ってつけたかのような大型化案は、その後の検討でやはり実現性、そして何により費用対効果が不明瞭と判断された模様で、現行の通常のイージス護衛艦と同程度のサイズで建造することに落ち着いているぜ。この現行のイージス護衛艦という括りが今回の防衛力整備計画の中ではポイントになっており、護衛艦54隻体制は従来通りの計画とはいうものの、その中で8隻だった現行のイージス護衛艦は10隻へと2隻増やされているよ。これは今回の安全保障関連の国家安全保障戦略国家防衛戦略防衛力整備計画の3文書の内容を履行するにあたって、防衛費の増額を成し得たこともあり、その結果として単体では最も高価なイージス護衛艦の増加を盛り込めたのだと思われるんだ。もともと365日24時間の稼働が陸上配備型ゆえに可能であったイージスアショアに比して、イージスシステム搭載艦はその設備を転用するとはいえ、艦艇であるための維持メンテナンスは避けられず2隻で同じ体制は行えないよ。そのためイージスシステム搭載艦が維持メンテナンスなどで任務を離れる場合には、現状がそうであるようにイージス護衛艦がそのカバーを担う必要が生じ、現状で8隻しか保有していない貴重な同艦の行動が制約されてしまうんだ。今回のイージス艦を現行の8隻から10隻へと増加させることは、イージスシステム搭載艦の任務のカバーが不可避であるならば、イージス護衛艦の数自体を増やすことで対処しようという必要に迫られた対応なんだろうね。さてそのような状況が今回の防衛力整備計画では感じられる内容となっているんだけど、現行のイージス護衛艦について海上自衛隊は混合型4隻、アタゴ型2隻、そして最新鋭のマヤ型2隻の8隻を保有運用しているよ。これらの混合型、アタゴ型、マヤ型の3種のイージス護衛艦は、建造された時代によって徐々に艦隊は大型化はされているものの、すべてアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした艦艇だね。その中で最新鋭のマヤ型は当然最も規模が大きく、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの艦隊を持ち、満載排水量で1万トン超級のため、巡洋艦と称されることもあるんだ。このマヤ型の規模艦は確かに本家のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の現在の最新バージョンである。フライト 2A をもしのぐものであり、今年から建造される予定のフライト3よりも数値上では上回るものとなっているぜ。マヤ型護衛艦は1番艦でネームシップのマヤが2020年3月、2番艦のワグロが2021年3月に就役を迎えているが、いずれもジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で建造された艦艇となっているな。これまでがどうだったかといえば混合型は3隻が三菱重工業者の長崎造船所、1隻が IHI 社の東京第一工場、アタゴ型は2隻とも三菱重工業者の長崎造船所で建造されており、ジャパンマリンユナイテッド社はマヤ型が初めてのイージス護衛艦建造となっているよ。混合型とアタゴ型は機関部には複数のガスタービン機関を組み合わせた COGAG 方式を採用しており、数値上からは最大出力は10万馬力で最大速力は30ノットであり、
このクラスの艦艇としては世界標準と言えるだろうね。マヤ型ではこうしたこれまでの機関部を改め COGLAG 方式としており、これは通常時の低速及び巡航航行ではガスタービン機関によって発電機を介しその電力を用いて推進し、高速航行には別の専用のガスタービン機関も直接駆動で稼働させるんだ。この COGLAG 方式の採用によってマヤ型は、最大出力は69,000馬力で最大速力は30ノットと公表されており、先に挙げた混合型やアタゴ型に比すればカタログ数値は低下しているが、実用性と航続距離を優先したことが伺えるな。ただし厳密には混合型及びアタゴ型の最大速力は30ノット以上であり、これに比してマヤ型は約30ノットと評されているため、実際の最大速力も低下している可能性が高いが、対艦ミサイル等の攻撃から見れば大差はないと思うぜ。マヤ型にはイージス護衛艦として核となる兵器システムとしては、AWS イージス武器システムとしてベースライン J7、弾道ミサイル防衛システムとして BMD5.1 の2つを統合して搭載、迎撃用ミサイルの SM6 は後日装備となっているね。ただしマヤ型には CEC 共同抗戦能力が海上自衛隊の艦艇としては初めて実装されており、友軍の艦隊の艦艇と共同して脅威となる敵への射撃管制に必要な情報を即時共有できるもので、今後の必須の能力となることは間違いないよ。こうした機関部や戦闘システムにおいても一口にイージス護衛艦といっても、従来の混合型やアタゴ型から進化を遂げているのがマヤ型だけど、海上自衛隊の中では次の新造艦はまた別の艦級になるとの見方が有力みたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年6月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の大体はその退役が予想される2035年前後を目標として、次期戦闘機を開発する計画として鋭意進められている状況にあったよね。この次期戦闘機の開発に合わせて、同機に搭載する小型の無人機の開発を行うことを防衛省が表明したよね。このための予算確保2022年度概算要求に組み入れて本格化させることが報じられていたよな。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替計画次期戦闘機に搭載する、小型無人機の開発を防衛省が公表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。次期戦闘機に搭載して運用する形式となるこの無人機は、その次期戦闘機から射出されてもっと前方の空域に先んじて展開し、その管制下でありつつ自律的な行動を行うことが求められるんだ。このためこの無人機の実現には高度な人工知能技術が必要不可欠になるものと思われ、搭載するセンサータグや人工知能によって戦場における高度な自律飛行を目指すものと言えそうだね。今回の防衛省の発表では次期戦闘機に搭載する形式での無人機開発が打ち出された格好だけど、実はこれまでにも無人機、正確には遠隔操縦型の無人航空機の開発は俎上に挙げられていたよ。それまでの遠隔操縦型の無人航空機は、今回と同様に人工知能によって制御された自律飛行を行う点は同様だが、次期戦闘機1機がおよそ3機のこれらを随伴飛行させるという比較的大型な機体だったよな。この遠隔操縦型の無人航空機が担うのは、有人の次期戦闘機に先行して前方へ展開し、敵軍を探知する役割や、将来的には空対空巡航ミサイル等の兵装による攻撃任務まで想定されていたもんね。よって今回防衛省が発表した次期戦闘機搭載形式の無人機と、以前から伝えられてきた遠隔操縦型の無人航空機とは、かなり性質の異なるもので別計画に相当する印象を受けるよ。遠隔操縦型の無人航空機といえば、世界的に見ればアメリカ空軍がクラトス社と進めている XQ-58A バルキリーが最も知名度が高い存在だと思われ、こちらはすでに2019年3月には初飛行をしているんだ。XQ-58A バルキリーそのものもある程度の発注数のロットを超えれば、
1機あたりが3億円以下の生産コストになるとして非常に注目を集めており、費用対効果を考慮した場合の優位性が高いと目されているぜ。何よりこうした XQ-58A バルキリーのような遠隔操作型の無人航空機は、当然のことだが搭乗者を必要としないため、戦闘機における人的損耗を一切考慮する必要のない点が注目されているゆえんだな。この2021年3月にはこの XQ-58A バルキリーのウェポンベイから、さらに小型の無人航空機アルテウス600を空中で打ち出すテストも成功しており、大型の無人機が小型の無人機を内包することも可能となっているよ。もともと日本の次世代戦闘機計画は、いわゆる第6世代戦闘機にあたる機体開発を行うプロジェクトなんだけど、XQ-58A バルキリー等は第5世代戦闘機やそれ以前の第 4.5 世代戦闘機を母機とできる点も先進的だね。このため、日本が自前で遠隔操縦型の無人航空機や小型の戦闘機搭載型の無人機を開発することには期待したい反面、世界の潮流からは大きく遅れてしまっている感がどうしても拭えないよな。さて戦闘機搭載型の小型の無人機だけど、こちらもアメリカは国防高等研究計画局が推進しているロングショット UAV、ロシアもスホイ57戦闘機用のライトニング UAV など第5世代戦闘機での運用が想定されているんだ。一部でフランス、ドイツ、スペインが共同開発中の FCAS 計画において、第6世代戦闘機となる同機に搭載可能な小型の無人機があるようだけど、こちらは重量 100kg 以下の小型無人機となる模様だね。ただし前述したようにアメリカやロシアなどでは第6世代戦闘機より前に、第 4.5 世代戦闘機や第5世代戦闘機を母機として運用する小型無人機を投入しそうな状況にあり、FCAS 計画もこれに習う公算が高いぜ。そうなるとフランスは現時点で運用中のラファールや、ドイツであればユーロファイタータイフーン等の第 4.5 世代機による先行導入の可能性も高く、やはり日本のこの分野における遅れが懸念されるね。これらの普及が加速すれば、日本も悠長に次世代戦闘機の稼働のめどでもある2035年まで無人機の導入ができないという選択肢はなくなりそうだよ。無人航空機はいずれにせよ新たな分野の兵器ではあるが、ドローン等と同様に急速に進化を続けており、既存の兵器との連携をどのように図るのかが大きなポイントになることは確実だと言えるよな。非常に個人的な見解にはなるけど、こうした無人兵器は直接的な人員の損耗を防げるという観点からは、むしろ小規模な軍事紛争の多発を招く可能性を高めるのではないかと危惧せずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。